マーサー静香さんです。こんにちは。こんにちは。ほんまによう来てくれましたね。すごいスピード感で返事いただいて。スピードが確かに。明日 LINE でちょっとビデオ通話する。あ、はいみたいな。早かった。行動力。早かったですね。いやでも逆になんかお忙しそうだったので、バタバタしてる感じだったので、あ、これちょっと、なんか断られるパターンかなと思ってドキドキ。全然もうなんか、もうすごいまとめてきたからあ、すごいもうこれはやる気しか感じんと思ってやる気しか勝たんみたいな。ドキドキしてこうビデオ通話ピッてしたらもうニコッてした顔で楽しそうやね言ってくれたんです。そうだよね、そうだね、あ、前向きだ。早速いろいろ聞きたいことを用意してきたので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは妊娠中のエピソードを聞いていきたいなと思います。今ね、結構妊娠してる友達もちらほらいるんですよ、まあ、日本で産むっていう子とか海外で産むっていう方もいるんですけど、やっぱり子供産んでからじゃちょっとできない、妊娠中にこれやっとけばよかったなっていうこととかございましたら教えていただけますか。妊娠中はとにかく寝る寝まくってました。寝まくってたかな、うん、なんかとにかく今思えばだけどもう忙しいじゃん。そうですね、もう毎日何かしらやることが無限に、ね、だから一人で寝れる時間なんてもうなくなるわけやん。だからとにかく一人の時間を大切にする。あと映画に行く。映画が好きだったからなんか、はいはい、だって一人で映画に行くタイミングもなくなるし、焼き肉は意外に行けるかな。焼き肉は意外といけるわ。意外にいける。ダンサー大好きね。うん、あと、あ、これやっとってよかったなっていうのは、はい、ちょっとトレーニング、ほんまに小さなトレーニング、あ、トレーニングやされてるイメージが、そう、なんかね、あの呼吸のトレーニングもやけど、出産後とかさ、なんかむくむとか言うじゃん。むくみます。なんかで、むくみます。私1ミリもむくまへんくて。え、そう、嘘やん。ほんまにむくむよ。え、むくまへんよ。で、なんでなんやろと思ってたの。なんかそういうむくまない体質なんかなって思って、はい、そうしたら後で聞いたらさ、結構ね、足のねトレーニングとかしてるの、こう本当にこれだけトントントン、ヒールを上げるみたいなことですね。そう、ね、とかなんかパタパタしたりとか、こういうことによってなんか筋肉がさ、あ、キュッてなるから、キュッてなるね。そうそうそう、キュッてなるじゃん。そうしたら水がさ、あ、なんかその筋肉に押されてるから、でこうマニアックみたいな、すごい筋肉好きな感じで。そう、でもそれを経験されてますからね、実際に産後に大丈夫だっていうのを。だからあ、そうなんやと思って、足のストレッチやった方がいいですよ、うん、足もパンパンになるんで。本当に座りとかってあったりしました？全くない。幸せ者。すいませんよかったです。多分なんかこう常にあっけらかんとしてた。なんかちょっとあれは座りやったかもって思ったやつあったけど、はい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 、でもなんかそういうところじゃなくて舞台だったから、レッツリの。え？そう、ちょうど3ヶ月の時。仕事ってそうだ、ね、妊娠したって分かってからもういつぐらいまでやってたんですか？出産の1週間前まで。でも臨月とっくに過ぎて。そう、とっくに過ぎて。やってた。これびっくりしちゃいます。ワークショップしてたからね、なんなら関西まで行って。それは不安というか、その妊娠ってこんなに結構私動いているけど大丈夫なのかなっていうか、不安はなかったですか？不安は全然なくて、なんかなんなら私その妊婦期間がアメリカにいてたから。あ、そうでしたっけ。そう、ね、そう、レプリのやつ終わって、でまたね、まあその時には子供がいるって分かっててんけど、うん、アメリカ行ってくるわって、まだまだちょっとトライしてくるわみたいな感じで、でその期間もアメリカの病院に行ってたの。あ、検診がじゃあ、そう、向こうそこで言われたのが、なんかとにかく動きなさいって言われて。あ、そう、逆、実はね、これね、日本は結構安静にしましょうっていうお医者さん多いと思うんですけど、結構海外のお医者さんってこう運動した方がいいよっていう方が多いですよね、うん、そう、で、ジャンプも大丈夫なんですかって聞いたら、あ、大丈夫みたいな。おっ、ね、ジャンプ OK と思って。でも一番気をつけなあかんのは、なんかぶつけたりとか、その下になんかゴロンゴロンなったり、上からなんかすごい高いとこから落ちたりとかはダメみたいな、うん、
そうか、そう、衝撃はダメだけど、まあ、その自分のこうリフレッシュとか、うん、運動ある程度いい汗かく運動はするっていうのは全然 OK だと。 OK やった。それはちょっとびっくりした方も多分多いと思います。安静にしなきゃいけない感がやっぱあると思うので。ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、出産のエピソードをお伺いしたいんですけれども、はい、まず安産でしたか？あ、2日かかったのかな。2日かかった。陣痛から始まった。いや実は私無痛分娩で。あ、無痛にされてたんですか。そうで、なんかね、計画的だじゃん。計画的に、そうで1日前に入ったんだけどなかなか出てこなくて、で先生が締めてるから、ほらトレーニング締まってるから筋肉が。でもなんか赤ちゃんがなんかこんなんなってってなんかなかなかここで引っかかって出てこないってなって、でじゃあちょっともう明日にしましょうって言われて、で麻酔を切られたの。はい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 、でその晩、え、もう生まれるでしょみたいな、はいはい、え、生まれるよ生まれるよと思って、ナースコールは痛かったってことですか。痛くて痛くて、でナースコールしても、あ、まだだねみたいな、まだ出てこないよみたいな、え、こんなに痛いのにと思って、でじゃあこれは我慢せなあかんねやと思ってさ、でずっと朝まで我慢してんけどもう無理やと思って、もう一回ナースコールしたら、あの、え、なんで痛いの言ってくれんかったって言われて、え、言うとるわ。言うてるやん。痛い、痛いし、そう、あれ痛いって言ってもまあまあまだ大丈夫よみたいなんで、意外としょっちゅう来てくれないんですよね。やな。そうですね、陣痛の時って。そっから、あ、どうしようってなって、あの、あんたお金払ってんねんから、無痛で、無痛のお金払ってんねんからって言われて、やっと麻酔入れてくれて、と思って、でそしたらその次の朝、次の日の朝にもう産みましょうってなって、そっからすっごい楽になったんだけど、もうね、結局あの無痛って言いながらもう痛いの経験して、次の日で吸引でも出てこなくて。吸引したんですか。そう、もうダメだった。あー、頑固。頑固。で、なんかね、トングみたいなので引っ張り出されてポンみたいな。へー。あ、でもじゃあこう切れちゃったとかさ、遠因切開って言うんですけど、そういうのとかはしなかったんですか。あ、そうなんです、うん、結構大きいベイビーだったんじゃないですか。を切らずに、遠因切開せずに、うん、埋めた。でもその陣痛だった時間は1日ぐらいかな、1日ぐらい、半日ぐらい陣痛だった時間だった。無痛も大変だよな、うん、あ、でもね、うん、まれなのかもしれないけど、はいはい、もうその麻酔を打ってからの出産はやっぱり少し楽なんですか。麻酔打ってから、あ、めっちゃ楽。もうなんかね、ご飯とか余裕で食べれるし、あと復帰が早い。無痛の方ってそうやって言いますよね。経験がないんですよ、私2人とも自然分娩だったので。そうか。なんか次もし3人目できたらもう絶対無痛がいいやろって周りからすごい言われるぐらい、無痛って楽、そう、楽だよと聞くんですけど、すぎてめっちゃ参考になるわ。ほんと復帰早くしたかったから。あ、そうなんです、ね、仕事が、うん、あったから。え、そっからじゃあもう産みました。もう本当はもっと広げて聞きたいけど次行きます、はい、産んでやっぱすぐに始まるのがやっぱ新生児育児が始まっていくと思うんですけど、その仕事復帰したいなっていう目標はちなみに何ヶ月後だったんですか、産後。ね、仕事復帰したのは1ヶ月早っ。はいです、ね、でもリハが始まったのはそうちょうど1ヶ月ちょい手前ぐらいから。まあでも1ヶ月か、なかなかね。でもまあ、入院で最初5日間くらい多分入院しはりました。でその後こう自分のお家に帰って1ヶ月っていうのがあると思うんですけど、なかなかヘビーだと思うんですよ、1ヶ月検診までのこの育児っていうのも。初めてのことだらけが始まっていくと思うんですけど、新生児育児最初もうどんな感情で、どんな感情、えぐいよね。なんか幸せと初めてのことだらけとさ、なんかどういう感情みたいな、いろんなホルモンが出るから泣いてるってことだよね。やばい、もうどんなことでもさすごい責められてる感にならん。私も結構こういう感じです、情緒は、うん、まあでもなんかその涙がすごい出るタイプの泣き上戸タイプだったんですけども、うん、愛おしくても大変でももう涙が止まらない、わかる、感じ、あ、わかります、うん、みんな同じだよな。母乳とかはこう混合、ミルクと混合にしたとか、ね、全然母乳やったかな最初は。あ、そうなんだ、1年間
あ、1年間結構ちゃんとありましたね。意外にね。それで1ヶ月後に仕事復帰って。そう。搾乳しまくって、そしたらさ、なんか乳腺炎になっちゃって。インスタグラムで見た。4回ぐらいになった結局。4回になったんですか。すっごい熱が出るんですよね、あれ。そう。痛いし。痛いし。あれ4回？あれ4回。乳腺炎って多分結構きついですよね。きついよね。出産ほど結構痛くても大変だったかもって言わんもいるぐらい、乳腺炎って結構涙するまま多いんですけど、だから仕事復帰してもなんかちょっと1時間だったらトイレ行ってもう溜めて捨ててみたいな、そう出さないとね、どんどん張っていく、張っていくよね。うわー懐かしい、懐かしいよね。その状態の時にでも仕事復帰されたのはすごいな、よう頑張りましたね。大変なことがね、こうママに襲いかかってくるんですよ。もちろん愛しさも毎日宝物のような日々もね、毎日やってくるんですけど。